皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポケットモンスター39プレイパート29やっていきたいと思います。さてさて、バスに乗ってホクラニだけに行ってみたいと思います。バス停がある、乗りましょう。なんかあえて登って見たい気もするけどもな、草むらとか気になるし。本当にパッとつけた。ナッシーバスね。こっちだぜ。僕らにだけはアローラで2番目に高い山。では、一番高いのは？お？ご覧鍋。神々しさを感じる山があるだろ？アローラで一番高い、ラナキラマウンテンだぜ。太陽の化身とされるアローラの伝説ポケモンに、一番近い聖地。ラナキラマウンテンのてっぺん、あそこにポケモンリーグを作る。過去に島巡りもこなした者は、ラナキラマウンテンのてっぺんで、島キングたちと戦い、島巡りチャンピオンとなった。僕はアローラの昔からの風習を大事にしつつ、世界に通じるチャンピオンを生み出すため、あそこにポケモンリングとリーグを守る、四天王を擁立かなするんだ。島巡りチャンピオンから世界のチャンピオンに、そしてチャンピオンを通じ世界のみんなにアローラのポケモンやトレーナーの魅力を知ってもらうんだ。感じが弱いなぁ。さてと。あ、ポケモンセンター。でも回復してきたしな。くしゃみが出た。こういうね、裏側とかにね。あれ？奥出なかった？あ、いた。お、ムーンボール。なんだ。ロトムのためにポケモン図鑑の完成を。頑張る。頑張るよ。あ、そっ。どう取りに行くんだ。この辺スーッと通っていけんの？通れない。あ、ここか。レベルボール。よーし。お、よ。相変わらず熱いね、ロイヤルマスクくん。だべ、彼はマーリン。天文所の所長にしてパソコンのボックス管理者だが、キャプテンではないぜ。元キャプテンさ、ロイヤルマスクくん。だべくんだね。わざわざ来てくれてありがとう。ただ、うちのキャプテンマーマネは忙しくてね。水星の軌道計算とか、Sサークルの維持とか、試練に挑むだけの資格があるか確かめる。昔はくくりとも冒険し、鍛えたトレーナーの腕前、存分に披露させてもらう。お、強いんだこの人。ポケモントレーナーのマーリンが勝負してきた。エアムド。スピードがありそうだ。では炎の牙。硬い。いけどした。よし、ナイス。勝てーぞー。なんでもなし。だが、それじゃ足りんな。
さすが鋼タイプは硬いな。よしよしよし。ラグトリオか。なんだその頭。メタルクロウ。いらない。炎の牙。よーし、ワンパン。カーリーヘア。なんだ。素早さが下がった。なんだと？メタング。メタング。あーってことはなんだろう。この周辺で出てくるのかな。気になる。Z パワー。ダイナミックフルフレーム。ぶちかませー。これエフェクトやばいね。ドラクエのユナズンよりひどいんじゃない？レベル39。ククーのやつ、いいトレーナーを連れてきたね。でしょ？なるほど。キャプテンの種類に挑む資格ありだね。島巡りをしてた時の僕らより強いと思うぜ。あとは僕はククイであってロイヤルマスクじゃない。じゃあ僕はマリエ庭園に戻るよ。マラサダ食べ終えただろう。ハウを案内しないとね。なるほど。相変わらず面白い男だ、我が親友は。阿部君、我らの天文台にようこそ。さて、どうしようかな。レポート入ってから入ってみようかな。ちょっとだけ、ちょっとだけね。なんかすごい、おおおお。ジェガルテキューブ。試練が始まらないようにだけ気をつけて。ここ入るとなんか試練くせえ。あ、もうゲートほら、完全に試練のマークしてるもん。ちょっと待った。ちょっと待っただ。ちょっとこの辺をね、もう少し探索してみたい。修行だ修行だ。ん？ほう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 。全員倒してこいと。わかったよ。パラポロアンテナ見てたらトレーナーさん見つけちゃった。OL の水木。先生じゃなかった。ピッピか、フェアリータイプ。じゃあ、炎の牙。よし、一撃。惜しいぞ。我慢はいりません。よし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 。さあ、どんなポケモンが出てくるのか楽しみです。またね、深まるじゃねえや、達弁の時みたいな熱い出会いがあるといいんだけども。鬼ドリル。こいつさっきからずっとこいつばっか見てんなぁ。そういえばね、目覚めるパワー使うよりももう普通にこれ打った方が強いっていうことに気がついた。うん、こんだけの威力があったらもう目覚めいらねえや。
お、新年の続き、いいね、いいね、いいね。何にしよう。つってもなぁ、ドラゴンタイプ。怖いのは実質氷と、そのドラゴンタイプとフェアリータイプ。新年の続きを覚えたからといって対策が練られるわけではないし、これかな。フィルムことがあるっていうところに聞かれました。お、ボルトチェンジ。ほいほい。ほんと。こういうね、なんか無意味になってるところ、無意味でこういう、外れたところに大抵。来た。お、不思議な目。やった。いや、あの、カキンとこの試練の山男が忘れられねえ。これの最後聞けよ。山男の工房だ、勝負さ。いや、山登りじゃねえのかよ。山登りじゃねえのかよ。竹尾さん。ガントル。頑丈とか持ってそうだな。瓦張り。よし、おお、やっぱり頑丈か。やるじゃないか。ほう。石つぶて。弱しですね。いや、なんか変だ。アローラの石つぶてか。あ、知ってます。電気タイプ入ってんな、こいつ。あ、でも頑丈か。ステルスロック。もう一発。いいね。トレーナーさん、よく聞けよ。いや、馬男は負けるの嫌いさ。そりゃ誰だって嫌いでしょう。さて、お、アイテムが落ちている。ベビーボール。重たいポケモンが捕まえやすい。お、メテノ。これか。ゲットしたいね。レベル28、そこそこ。炎の牙だと多分そんなに削れないだろうから。どうしようかな。コモルあたりに変えて。食らってたら危なかった。死ねの続き。さすがにこれワンパンはないでしょ。お、もう一発いけるか。お、危ねリミットシールド。お、お、お、見た目が変わった。面白い。
じゃあ今夜なのでダークボール。よーし。捕まえた、メテノ。お、経験値多い。すげえ。メテノのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。なんか可愛いな。ぷよぷよみたい。流れ星ポケモン、紫色のコア。岩飛行だ、岩飛行。待機中の治療を食っている。食った治療の成分によってコアの色合いが決まる。面白い。とりあえずボックスでいいかな。なんか覚えてんのかな。リミットシールド。自爆覚えてるし。HP が半分になると殻が壊れて攻撃的になる。こっちの姿の時は攻撃力が高いんだ。なるほど。まあ、いや、とりあえずボックスに送ります。やっぱ新しい草なら楽しいなぁ。マジか！ダンバル！いや、レベル26、結構上に余ってますね。できればレベル19とかそのくらいで捕まえたかった。いやぁ、これは。ドロバンコ。うん、お前だ。お前ならきっとちょうどよく削ってくれるはずだ。突進、痛いぞ。反動を受ける。で、ローキックを出すけど、多分削りきれない。全然効かね。全然ダメだ。何？お前呼ぶのか？助けは現れなかった。なんかこんだけ耐久力あったら地鳴らしでも死ななそうだけど、お前怖いからいいや。そう何度も出るとは限らない。そろそろいいかな。なんかこういうポケモン特殊なボールで捕まえたい。月として進化するポケモンを捕まえますね。おーってことはピッピとかか。レベルボール。スピードボール。ヘビーボール。これで捕まえてみたけど、ダンバル角重かったっけか。なんかあんま重くない気すんな。まあいいや。ダメでした。来るなよ。めんどくさいから。よし。じゃあ夜の仲間、夜のお供。ダークボール。おお、ダメか。諦めない。うわ、すぐ出る。こいつ何が怖いって、これでな、自分で戦闘不能になっちゃうと怖いんだよな。じゃあ耐久力重視。よし。よくん。これで、アクアリングとか貼っとけばいいでしょう。そんな食らわない。で、回復する。ハイパーボールとかにしとくか。
ダメ。なんて捕まえにくい。HP 赤ラインだぞ、大丈夫か？来んなよ。よし。押し友達いないのかな？うわ、すごいな。もう身を削らないでくれ。ダメ？よし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 。来んなよ。あ、来やがった。いや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 。邪魔です、ダンバルさん。そう。まだ来るか。よしよしよし。いや、なんかいいのないかな。自分のポケモンにレベルが低いと捕まえやすくなる。レベルボール。お、あー、ダメか。捕まりにくいな、こいつ。やばいよ、自滅しちゃうよ。ショテクイックボール投げればよかったかな。うわー、まずい。友達も来ないし。マジかよー。くそー、自分で死んだ、こいつ。来たー、ダンバル。やっとできた。10分探した。まずはシャドウパンチで様子見ようかな。こんなもんか。あ、クイックボール投げればよかった。しまった。まあいいや。催眠術当たんねー。出てくるし。待てよ、目覚めるパワーをダンバルに言ってみよう。威力が高いぞ。当倍じゃないのか。そうか、ゴースト、鋼にゴースト効くようになっちゃったんだっけか。一撃。ちょっ、お前が進化系読んだりしないよな。進化系呼ばないけど、どんどん増える。先に寝かしとこ。よし。
で、試してみたいのが、サイコキネシスを打つとどのくらい減るのか。あ、お前でそんなもんか。じゃ、これでゆっくり削れるな。じゃあ君はもういいよ。しっぺ返しはいりません。そろそろ起きちゃうかな。サイコキネシスでもうちょっと削る。急所に入ってもそんなにダメージがないでしょ。もう一回くらいかな。よし、赤ゲージまで行った。仲間呼んで。助けは。来る。目覚めるパワーを前に。やばい。やばい。こいつ、ゴーストが優秀すぎる。皆さん、今更ですけど、ポケモンのゲットにはゴースト、もしくはこの進化のゲンガーおすすめです。いやー、来んなー。よしこない。よしぞー。ここで、催眠術。入った。さあ、これで確率は相当上げたはずだ。では、ダークボールでいこうか。多分、確率的には夜のうちだったらダークボールの方が高いはず。ハイパーボールより。2回、3回、おおおお、あー惜しい、惜しい、あーもうちょいだった。もう1回、モンスターボールの3倍の性能を見せてくれ。よっしゃー、捕まえた、ダンバル捕まえた。よっしゃー、お、顔がもレベル上がった。電磁虫。あー、捕まえたー。穴を掘る。一応覚えさせとくか。アクロバットよりは大事でしょう。うん。捕まえたー。あー。ダンバル。甘えたぞ、おい。ナンバー214ダンバル登録完了。鉄球ポケモン、鋼エスパー。細胞すべてが磁石。磁石を使って仲間とコミュニケーションを取る。あ、重さ 95.2 キロ。なかなか重いけど、これだとヘビーボールの判定ならないね。手持ちにもちろん加えますとも。ゴーストお疲れさん、ありがとう。ありがとう。これからも捕まえたいポケモンがいたときは、ゴースト呼んでこよう。てか、ゲンガーに進化させよう。やったー、ダンバルー。いらっしゃい、ダンバルー。そして、すかさず、さっき拾った、アメちゃん。ダンバルー。おや、ダンバルの様子が。おめでとう、ダンバルはベタ君に進化した。やったよかった。いや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 、やっぱりこれだよ、ポケットモンスターが。やっぱ面白えよ。もうね、こんな
ねえ、もうアラサーに入ろうとしてるおっさんがこんだけ喜ぶんだから、ポケモン最高に面白いよ。よし、215番メタング登録完了。鉄爪ポケモン、鋼エスパー、2匹のダンバルが連結し、サイコパワー2倍に、ただし、賢さ自体は変わっていない。いいよ、いいよ、いいよ。即戦力だな、これ。第3世代って優秀なポケモン多いよね。念力覚えた。メタルクロー覚えた。やったやったやった。そっかそっか、一気に覚えるんだ、基本技。やったー。あー、疲れちゃった。はい、なんかもう、このフレーズが、ちょっと気に入ってきたので、また使わせていただきます。メタング捕まえてよかった。本当によかった。ポケモン、本当に意味を見させてくれてありがとう。はい。じゃあ今回はここまでにして、次回はおそらく試練に行く話になっていくんだと思います。頑張っていきます。では、ポケットモンスターさん、実況プレイ、パート28。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。